わしだす、みなさんやってますか、やってますか。はい、僕もね、やってますよ。でね、今回の動画なんですけど、皆さん、たくさんの人から、もう本当に、ものすごい人から、ここの組織に来てくださいとか、ここの組織に来てくれとかね、いろいろな人がね、いたんですよ。ありがたいことに、7、80人ぐらいの人かな。大体ね、ライブ配信でもね、これ言ってるんですけど、7、80人、90人ぐらいの人から、今回ね、新しく新規アカウント作って、都市に遊びに来てくださいとか、あとはね、組織の移転をこちらの都市にしてくださいとか、まあ、たくさんあったわけなんですよ。で、その中で、新規アカウントね、今回僕1から始めて、別荘レベル1から始めて、やったんですよ。やったんですよ。そして、どこの組織に入れていただいたかというと、こちらなんですよね。見てわかりますか？見てわかる？皆さんこれ。すごい有名だと思いますよ。めちゃくちゃ有名だと思うね。普通にね。すっごい有名だと思う。これ。ここの組織。DON って書いてあるじゃないですか。で、僕、別荘レベル1から始めて、少しだけ課金したんですよ。まあ、そんな何万円とかもね、課金毎回毎回僕は皆さんみたいにできないんでね。少し課金したんですよ。いくらかね。で、それでやっと、3日間ぐらいかな。2日か3日間ぐらいで別荘がレベル18まで行きましたよということなんだけど、これね、いろいろとね、やっぱりチュートリアルとか最初の辺あるんで、上がりにくいんですよね。もういろいろなんだかんだやったりね、あれやってこれやってあるんですよ。すごいやってね。まあレベルの方が別荘18まで今上げとりますということで、21まではね、最低コンスタントに行っときたいわけなんですよね。クロスサーバーとかも行きたいんで、今ね、18。で、早く21になりたい。とりあえずね。うん、とりあえずはそんな感じかな。で、これ、DON って書いてあるじゃないですか。ドンって書いてありますよね。皆さんわかりますか？どこの組織か。もう気づいてる人もいるでしょう。メッセージなんかね、飛んでくるんですよ。こちゃが。バン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 。僕、ここの組織入りましたとかね、ここの都市行きましたとか言ってないんですけど、だけど、気づいてる人いるね。なんでか知んないけど。なんでかわからないけど、あちらこちらからちらほらね、メッセージ来るんで、わっすって来ますね。わっすわっすってすごい来るんだよね。メッセージが。だからバレてんのかな思ってね。もうバレてんのかな思いまして、すごいですからね。普段のね、動画とはちょっと桁が違うんで、見た目がね。もう見た目からしても、戦闘力からしても何から何まで違うんで、まあものすごいですよ、とにかく。見たことないような内容のね、見た目の建物、あんまり見たことないんじゃないかな、この拠点とかね、珍しいと思いますよ、すごい。なかなかないですよね。皆さんの組織の拠点、こんな形ではないとは思うんですよ、ほとんどのね、人たちが。で、たくさん他にも、別荘の方もね、新しめのね、別荘皆さん持ってるんですよね。この別荘だけではなくて、たくさんね、いくつか持ってる人が多いんですよ。永久の別荘。それで、皆さんは今ね、この辺に集まってますよということで、すごいね、クロスサーバー入ってきたみたいな感じだね、もうこれ。やばいと思いますよ、すごい。で、それで、DON って書いてね、ドンって読んでるんですが、皆さんね、ドンって読んでるんですけど、まあ、すごいいますよ、とにかく。人がとんでもないぐらいね、いますよ。もう綺麗ですよね、すごいね。新しめの別荘とか、もうガン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 もう皆さんね、新しいの持ってるんで、すごいですよね。拠点もね、組織の拠点も珍しいでしょう、すごい。これはびっくりだよね。よく入れてくれましたね。ここね、ありがとうございます、本当に。僕はドンさんにお願いして入れていただいたんですけど、僕からね、入れてくれますかみたいな感じでお願いしたんですよ。だけど、皆さんは、なんだろうね、なんて言うんだろうね、入りたい入りたいって人が例えばいたら、もしね、いて、クロスサーバーやりたいよとかいう人がいたら、ここの都市とかでね、498なんですが、まあ、ドンさんにね、聞いてみたらいいんじゃないかな思いますね。あと多分、クロスサーバーやるんだったら、
バフの方がね、最低でも多分1000以上とかにはなってくると思うんですよ。高ければ高い方がいいとは思うんですが、まあ皆さん高いんで、すごくね、高いんでいいと思いますけど、だけどもしね、一緒にやりたいよと、これから都市498の組織道に入って、一緒にやっていきたいよっていう人いたら、もちろんあれですよ、バフは高ければ高いほど、やっぱりね、優先されて入れてくれるとは思うんですよ。バフが1500とか、バフが2000とかね。僕結構周りの仲いい人たち、バフが2000とか3000ぐらいの人多いんで、もしね、よかったら来てくださいよ。ドンさんがね、もしいいって言うんだったら来てほしいですね。バフ3000いくつの人も、いくつかね、すごい、結構いるんですよ、僕、仲いい人が。で、一緒にやりましょう的な感じの人が多いんで、よかったらね、ドンさん多分いいって言うんじゃないかな。ダメとはね、多分言わないと思いますよ。バフ3000いくつとかね、あって、都市がマッチングして、もし一緒にやっていきたいよって言ったら、こういうね、機会があればいいかなとは僕は思うんですよね。一緒にやれるようなタイミング、そうやってね、作れたらいいかなと思いまして、まあ、ワイワイやれるのが一番いいんじゃないかと思うんですよ。ログインも毎日ログインしてた方がいいと思うんですよね、もちろん。ここの人たちは皆さん、すべての人がね、毎日ログインしてるんで、すごい。めちゃめちゃログインしますよ。ログイン率半端ないですよ。朝から朝まで。だから、24時間稼働してるかな。誰か、感覚がね、すごい稼働してますね。で、それで、たくさんね、強い人もいますよ、めちゃくちゃ。だけど、詳細の詳細まではね、ちょっと僕がここ管轄しとるとこじゃないんで、何かとね、全体的に、全面的にはね、紹介からの紹介、なんて言うんだろう、こと細かくかな。めちゃめちゃ細かくは、開示とか、提示とか、できないんですけど、ある程度ね、聞いてからだったらいいかもしれないけど、外面とかだったらね、全然いいと思うんですよ。あと、クロスサーバーの方とかも、これ、撮影していいよとか、いろいろね、あると思うんで、その辺が OK だったら行きたいなと思うんですよ。皆さん見たいですよね。実際どのぐらいのバチバチ戦ってるか。あと相手にどれぐらいやってるかとか、どれぐらいね、攻撃が来てるかとか、すっごい興味ある人多いと思う。多分日本の中ではね、一番有名だと思うんですよ、僕。ここの組織がね。一番有名な組織の戦いとかもう見たいよね、絶対。めちゃめちゃ見たい人多いと思いますよね。すごい見たいでしょ。で、僕もリアルタイムで組織の中に入って見たことがないので、外面からはありますよ。外からはありますけどね。外からはありますが、だけど中からはありませんよということで、これね、すごいすごい、もうね、軽くラグが起こるぐらいの人数ですね、これ。で、周りにこのぐらいいるんですが、他にもいますよ。違うところにもいらっしゃいますからね、これ。まだね、座標ちょっと今ね、見せてないだけで、めちゃめちゃいますよ。本当に。びっくりしますよ。僕はびっくりっていう言葉が一番合うかな思ってね、これ。すごいと思うわ、本当に。めちゃめちゃ強い人ばっかり。びっくりしやすよ。マジびっくりしやすよ。で、今段階だと僕は、ここにね、入らさせていただいている形なんですが、ここの組織は今ね、上限が140人なんですが、140人なんですけど、140人マックスになっとんですよ。で、クロスサーバーとかって、ここのね、組織は、ドンファミリーって言うんですが、ここね、で、ドンさんがやってるんですよ。で、ドンさんの他にもね、強い人たくさんいる。で、それで140人いるんだけど、僕この140人中の一人なわけなんですよ。だけど、これ今ね、段階だったら入れていただいてるんですが、クロスサーバーとかね、ここの都市、ここの都市もそうだし、ここの組織もそうだし、世界ランカーなんですよ、完全に。皆さんがね、本当。で、それで、これね、この話は結構重要かもしれないけど、まあ動画をね、期待してくださる皆さんにはすごい重要な話かもしれないけど、僕が入ってます、入れていただいてます。だけど、クロスサーバーとかで、一人、僕がおることで、微妙な感じになっても嫌なんで、これね、大丈夫だったらもちろん入れていただきたいんですけど、そのままね。だけど、この勝負は絶対に一人でも戦闘力が少しのやつはちょっときついぞと、危ないぞという形だったら、
残念ながら撮影とかねさせていただくことは無理になるかもしれないけど、これはねそうすると入れ替わりになるんで、メンバーさんがね僕と誰かが入れ替わりになる可能性もありますんで、そのまま僕がこのままね参加させていただいて、ドンさんたちが OK だったら撮影とかねいけると思うんですよ。動画の配信もいけると思う、ライブ配信ももしかしたらいけるかもしんないね、もしかしたらね、まだ分かりませんけどね、確定ではないですよ。だけど今の段階だったら皆さんすごく優しいんで、もうめちゃめちゃ多めに見てもらってますよ。僕なんてすごい、まだ戦闘力10万ぐらいじゃないですかね、多分10万ぐらいじゃない、戦闘力。まあ頑張って頑張って結構ねちょいちょい僕なりにはログインして上げてるつもりなんですが、別荘の方もねなかなかね上がらんのですよ。やっぱ周りの人がね、いやどうだろう、周りの人がねというより周りの人と比べちゃダメだよこれ、本当にこの人たちと比べちゃダメですよ。僕を全然もう比べ物にならないぐらい強いんで、すっごい名前は聞いたことあると思いますよ皆さん、絶対ドンファミリー実際見たことないとしても名前は聞いたことあるでしょう。すっごい有名なんで。で、僕がこれから動画を配信していくにあたって、これね、配信できるんだったらね、できるんだったらさらに有名になるんじゃないかと思うんですよ。世界的に有名になってくるんじゃないかと思います。今の段階でもね、世界的に有名だと思うんですけど、多分ね、おそらく僕が動画でこれからコンスタントに紹介とか、いろいろ戦いとかの動画を配信すると、さらに多分ね、名前が広がると思いますよ。Google のワードにもなっちゃうんじゃないですかね、多分。僕が大体なワードに今なってるんで、Google の名前がね、なってるんですよ。マフィアシティって言って、一文字開けて、ユって書いたら、もうユダとか出てきますよ。本当に、KFC もなってますからね、Google のGoogle って言ったらすごいですよ。Google の検索ワードなかなか乗らないですからね。KFC も僕の名前も両方とも載ってますね。多分これで配信何回かしたら多分ドンさんの組織も Google にワード乗ると思いますね。検索ワード。出てくると思います。すごい強いし、バチバチの戦いなんで期待したいですよね。すごいね。ワクワクしますよね。めちゃめちゃ。まあ、赤ドンさんとか今、別荘の、こうつけてますよね。このドラゴンの。これめちゃめちゃレアらしいですよ。すっごいレア。多分、周りの人いないんじゃない？リスナーさんの周りに、赤ドンさんとか、世界の君が代さんとか、つけてる、これエフェクトなんですかね。これがね、確か聞いたことがうる覚えなんですけど、期間限定みたいな感じだった。じゃないかな、これ何日か使えるやつだったじゃないかな。いくつか貯めるとね合成確かできたような気がしたんですけど、だけどなかなか集まらないって言ってた気がした。これはすごいかっこいいよね。いないと思いますよ。すっごい。で皆さんが座標ここだって言って見た時にもう変わってる可能性もありますね。まあ、ガンガン皆さんね別荘の方とかエフェクトとかすごい変えてるんで、まあ、おしゃれなだけじゃなくてね、がっつりやってますよ。すごいもんね、何かと。イベントとかもすごそうっすね、いろいろと。何から何まですごそうでございますよ。本当にこれから楽しみでございます。で、僕がキックされなかったら、キックされなかったら楽しみにしててください。キックされたら終了でございます。はい。ということで、これからね、皆さん楽しみにしててください。僕も楽しみにしてます。皆さんそしてよろしくお願いします。なるべくログインはね、毎日するようにはしますんで、よろしくお願いします。ということで今回ね、こんな形で終わりたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。